皆様おはようございます。グロイン基準価格の変動要因を解説します。グロイン毎月分配型の8月26日の基準価格は2622円でした。前日比プラス 0.8%、 22円の上昇となりました。グロインの基準価格は前日のルクセンブルクの16時、ニューヨークの10時の時間に基づいて計算されています。続いて為替と株式別の変動要因です。基準価格の変動のうち、為替要因がプラス16円、株式要因がプラス6円でした。前日の株式市場は欧州は下落しましたが、米国は上昇しました。米国では主にコミュニケーションサービスやヘルスケア関連銘柄が上昇し、 S&P500 指数は 0.36% 上昇しました。一方で米国の公益株は見送られ、公益株指数は 0.92% の下落となりました。公益株指数が下落する中、株式要因がプラスになったのは米国株式市場が基準価格の評価時点の後に下落したことが主な要因です。為替は円安が進行しプラス要因となりました。以上です。